皆さん、こんにちは、ナオシです。今回の動画は、この自由人な名前のチャンネルが、今年の1月で、チャンネル登録者1000人達成したということで、ついに収益化することができました。チャンネル登録してくださった皆様、本当にありがとうございます。そして、その初収益として、チャンネル登録者1000人の僕が、YouTube からいくらいただいたのか、収益発表していきたいと思います。今、チャンネル登録者1000人満たない方、今から YouTube 始めようと思う方、ぜひチャンネル登録者1000人だとどのぐらいになるのかというね、一つの指標としてね、僕の収益を、お聞きください。それでは行きましょう。レッツトライ。はい。それでは今回はですね、4つのトピックに分けてお話をしていきたいと思います。まず一つ目、このチャンネルを最近登録してくださった方、非常に多いと思いますので、僕がどんな人間で、このチャンネルがどういうコンセプトでやっているものかということをまずお伝えしたいと思います。二つ目に、このチャンネルのチャンネル登録者数の推移、どのぐらいの頻度で動画を出してきたかという、ところをお伝えしていきたいと思います。そして、三つ目に収益発表。そして四つ目に、その収益に対してどのぐらいの再生数であったりとか、広告単価だったのかというところをお話ししていきたいと思います。はい、それでは一つ目、このチャンネルの、コンセプトと、僕がどういう人間なのかということをお伝えしていきたいと思います。まずですね、このチャンネルはジャンルを絞らないミックスチャンネルでやっております。大きく分けると、DIY 関係、自分でウッドデッキを作ったりとか、モルタルでね、レンガ敷きやったりとか、まあそういった、何か作るというような DIY の動画をまず一つとして挙げております。で、その DIY に関連してなんですけども、車関係の動画として車の、ナビを交換したりとか、バックカメラつけたりとか、フリップガードつけたりとか、車のカスタムの動画も作っております。あとは、この冬は、たくさん撮りましたけども、スキー関係の動画ですね。ウィンターシーズンはスキーの動画を上げております。そして昨年購入したドローン。これは本当に僕がずっとやりたかったことで、ドローンの空撮、そしてドローンを用いたプロモーションビデオの制作。こういったことを、やっております。で、その他、僕福島に住んでるんですけども、福島のいろんなところに行った、Vlog であったりとか、イベントの紹介だったりとか、釣り行ったりとか、山菜採り行ったりとか、そんな感じでね、本当にジャンルに特化しなくて、やりたいことをやってる、自由なチャンネルとなっております。で、僕はというと、当然この YouTube で生計立てていくことは無理だと思ってるので、普通に仕事してます。僕の紹介動画、自己紹介動画があるんで、ぜひそちらも見ていただきたいんですけども、いろんなことやってきました。これからもね、自分がこう楽しんでね、いろんなことやっていきたいと思っていたときに、YouTube でね、自分のやってること、やってきたこと、これからやることを皆さんにこう紹介して、少しでも共感を得ていただいたりとか、参考になったら嬉しいと思って、この YouTube を始めました。ということで、このチャンネルは2020年7月にやり始めて、そこから、頑張ってきました。ほんとね、最初はね、どういったチャンネルのコンセプトをしようかとか、すごい悩んだんですね。でも、やはり、やりたいことをやらないと、YouTube 楽しめないと思ったので、こういったスタイルでやる、っていうふうに決めて、今も続けております。まあそういった楽しんでやってるってことは、見ている方にも伝われば嬉しいと思っております。はい、それでは二つ目。チャンネル登録者数の推移っていうことで、詳しくはですね、僕のチャンネルの、概要欄に、毎月の、チャンネル登録者数の推移を書いております。ちょっとピックアップして言うと、100人達成したのが大体2ヶ月ですね。で、そこから、大体1ヶ月に50人のペースで増えていきました。で、500人達成したのが10ヶ月後ですね。で、1000人達成したのが2022年の1月ということで、ちょうど1年半かかりました。チャンネル登録者1000人までに。本当にね、最初、まあ分かっていましたけど、チャンネル登録って伸びないですね。1ヶ月にこう50人増えてればいい方だと思います。よくね、チャンネル登録者数がこうの上がり下がりあっても、一喜一憂しないようにと、いうことは言われていますが、どうしてもね、チャンネル登録者数がこう減ると、ショックですよね。まあ、なんだかんだ、やってこれました。本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。そしてですね、動画投稿については、もともと週に1本上げれればいいかなと思ってたんですよ。でも実際ね、だいたい2日か3日に1本の動画を上げてきたってペースです。なので、今現在ですね、257本の動画が上がっています。てか、チャンネル登録者1000人行くまでは、
本当に動画上げても収益が発生しないので、再生数がね、こう上がれば嬉しいっていう形だったんですけども、今思えば、チャンネル登録者1000人達成してから、過去の動画が再生されても、収益ってもらえるんですよ。そのチャンネル登録者1000人達成した後に再生された回数は収益もらえるので、その中のね、過去の動画が後になってから収益化されてからこう伸びる可能性もあるので、まあ、今までたくさん動画作ってきてよかったなとは思っております。じゃあ、3つ目、いよいよ収益発表ということになります。チャンネル登録者1000人達成してからの収益化の手順ですね。でそちらに関しては、別な動画で作っておりますので、そちらの動画をご覧ください。そしてこのチャンネルが、チャンネル登録者1000人達成したのが1月15ぐらいだったかな。そしてそこから YouTube へ申請して1月24日に収益化が通りました。なので25日から再生された分が収益として、いただけるようになりました。ですので1月は、25から31日までの1週間の、間に再生された回数分の広告費用が僕がもらえる金額となりました。それで、その1週間に再生された回数というのが、6864回です。1日1000回再生されたという形になりますね。この6864回の再生で得た収益額というのを発表します。1月は2364円です。本当にありがとうございます。これ本当収益化になってめちゃめちゃ嬉しかったです。本当今までは動画作っても再生されたとしてもね0円だったわけじゃないですか。それが再生されることによってお金が発生するというのは本当に嬉しかったです。まあ、2400円すると大体1日300円の収益となったわけなんですけども、まあ本当ねビビたる金額かもしれませんが、今までやってきてよかったなって本当に思った瞬間でした。で、1月2364円だったんですけども、これYouTube のシステム上、収益額が8000円いかないと振り込まれないということになっておりまして、なので1月分では振り込まれませんでした。で、2月の収益なんですけども、2月はですね、なんと、12,899円です。この12,899円を、単純に2月の28日間で割ると1日460円の収益という形になります。いやーすごい。1日460円ですよ。いや、だいたい500円って考えると結構すごくないですか。すごい。チャンネル登録者1000人でこんなにいくとは思ってませんでした。まさか1万円を超えるとは。で、ちなみに2月の再生回数としては3万7000回ですね。で、ここでね、2月が、ちょっと伸びた理由があるんですよ。それが、先ほども言いましたが、過去にアップした動画が、車関係の動画なんですけど、急に伸びたんですよね。それのおかげで、なんと2月は12,899円いただくことができました。本当にありがとうございます。はい、それでは、最後に、その広告単価であったりとか、収益化の話をしていきたいと思います。先ほど言いましたけども、1月は、2,364円で、2月が12,899円という形になったんですけども、これがですね、どのぐらいのその広告単価だったのかと、俗にね、1再生 0.1 円って都市伝説のような形で噂されてると思いますが、実際はそれより高いなって思ってます。ちなみに、僕のチャンネルの場合だと、広告単価が、大体ですよ。1再生 0.2 円とかの形ですね。ちなみに1月で言うと、2364円で、大体7000回だったので、1再生 0.3 円ってことですね。ちなみに2月はですね、大体 0.3 円ですね。なので、俗に言われてるその 0.1 円という単価よりは高いと、感じました。これはですね、広告の種類によって単価っていうのはもちろん違っているので、たまたま僕のチャンネルについている広告の単価が高かったっていうだけの話かもしれません。そして、この収益額っていうのが、振り込みされるまで発表しちゃいけないっていう、まあ YouTube の決まりなんですよね。それで、1月の収益額というのは、
31日までの回数分に収益が発生するので、31日までの回数で、広告単価でいくらだったかっていう集計が行われて、翌月2月の中旬15日前後ですねに、収益額が決定して、そしてその確定した額が8000円を超えていれば、まあ超えてなければ前月分と、合算して8000円を超えれば、1月分だったら2月の、24日以降に、口座に振り込まれるっていうシステムなんですよ。なので、僕の場合1月では8000円いかなかったので、2月と合わせて15,263円が3月の中旬にこう確定したんですよ。そして3月の24日以降に、振り込まれたので、この前のライブの時に、この額っていうのを発表することができたんですね。なので今3月なんですけども、今現在3月の収益がいくらかっていうのをお話しできなくて、確定するのが4月の中旬、そして振り込まれるのが4月の下旬、まあ8000円いってればの話ですけど、そういった形になります。なので大体1月のタイムラグが出てきますので、ぜひ覚えておいてください。はい、ということで今回はですね、この自由人の名前のチャンネル、チャンネル登録者1000人達成して初収益いただくことができました。何度も言いますが、本当に皆さんあっての YouTube です。本当にありがとうございます。この収益発表は、毎月恒例としてやっていきたいと思います。実際ね、僕がどのくらい金額を得ているのか、皆さんも興味あるかな僕の場合こういったチャンネルなので、そんなに再生回数も伸びなかったりしますが、過去の動画がこう伸びてね、収益をいただけてるっていうのは本当に嬉しい限りです。まあ、その辺をね、これから YouTube 始める方、今チャンネル登録者1000人目指してる方、ぜひ参考にしていただけたらと思います。最後、この前ですね、チャンネル登録者1000人記念のライブをやったんですけども、プレゼント企画をやりました。当たった方本当におめでとうございます。そういった形でね、見てくださってる方のおかげっていうのももちろん理解してますので、還元という形で、プレゼント企画を定期的にできたらいいなと思っております。そんなね、毎回できないんで、次2000人って思ってますが、まあ1500人ぐらいでもしできたらね、やりたいなと思ってますので、今後ともぜひ皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。